どう思ってたのさ。何が？ミカサのことだよ。エレンのことを忘れて誰かと幸せに生きていけると思う？君が望んだ通りに。さあ、わかんねえ。わかんねえじゃないだろう！僕は許した覚えはないぞ！ミカサの恋心を無限にしたことはどう思ってるんだ！命がけでずっとエレンだけを見てきたミカサに、俺のことは忘れろで済まされると思っているのか！少なくともミカサは、こんな女泣かせのことは忘れて幸せになるべきだね。まあ案外すぐにいい人見つけて、あっさりくっつく気もするな。いやだ。そんなのやだ。ミカサに男ができるなんて、一生俺だけを思っててほしい。俺が死んだ後もしばらく、10年以上は引きずっててほしい。ああ、そう。そこまでかっこ悪いことを言うとは。今のはミカサには言わないでくれ。幸せになってほしいんだ、本当に。でも、くそ、死にたくねえ。ミカサと、ミネと一緒にいたい。